はい、お疲れ様です。親父です。今日もざくばらんにラジオ代わりに聞いていただこうかなと思います。いきなりですけどもね、今日は前置きはありません。ありません。まあ、そういったところでね、今日は視聴者さんからコメントをいただいたことに対しての回答動画ということでやっていきたいなと思っております。で、そのコメントの内容はですね、以前の動画なんですけれどもね、もう1年ぐらい前の動画なのかな。で、私がやっている自動車部品の輸送についてね、で、まあなかなか大変だよと、自動車部品の輸送はなかなか大変だよと言ったことに対してね、どういったことが大変なのかもっと詳しく喋れと、まあ喋れとはありませんでしたけれどもね、もっと詳しく話してくれと言ったところでね、まあ随分、まあ私ね、ほんと簡単にポポッと説明しただけだろうと思います。私もその動画をね、じっくり内容改めませんでしたのでね。なのでね、まあ私の動画についていろいろね、ご質問とかが、ご意見とかがね、あれば、コメントの方でね、どんどんいただければ、どんどん答えていきますので、はい。ですのでね、まあそういったコメントをいただけるというのは嬉しいです。はい。で、そういったところで早速ね、答えていきますけれどもね、まあ私のやっている自動車部品の輸送なんですけれども、で、リフトを使ってね、フォークリフトを使って、自分が荷物を積んだり、下ろしたりだとか、そういったね、作業も含まれます。で、今年のね、4月に入ってから、まあ、いわゆる2024年問題で、まあ、トラックドライバーの、その就業時間を短くしようという狙い、なんでしょうけれどもね、一部の職場、まあ一部の作業場では、その元請けの方たち、あるいは工場のね、従業員がトラックからフォークリフトで荷物を下ろしてくれる、あるいは積んでくれるといった作業をね、一部ではやっているようです。で、私の行っている倉庫もですね、一部なんですけれども、その従業員がね、積んでくれたり、下ろしてくれたりするところがね、あるようです。ですがね、ほんの一部です。なかなかね、難しいようです。で、人員もね、なんか足りていないようです。で、今まではね、ドライバーがね、やっていましたけれども、まあ、今現在もやっているんですけれどもね。で、全部そういった、荷役作業をね、倉庫の作業員たちがね、やるとしたら、人数をね、かなり増やさないと、できないと思います。ですのでね、今、一部分でね、やっております。まあ、試験的にやってるのかどうかわかりませんけれどもね。で、私のやっている、その自動車部品の輸送というのは、まあ、トラックの運転はもちろん、フォークリフトがね、扱えないと話になりません。今現在のところですね。ですからね、どこが大変かと言われればね、やはりフォークリフトの荷役作業がね、大変なんですよ。
で、その、まあ、例えばですよ、木の枠に入っている、木枠に入っている部品だとかね、ちゃんと、綺麗にね、段差がないように、綺麗に、梱包してあるものだったら、全く心配ないと。フォークリフトの200作業をするんでも全然心配ないんですけれどもね。でもところがね、パレットがね、もう2段も3段もなったりね、もう多い時なんかね、パレットが4段積みになっていると。で、それで、高値になったりだとかね。で、そういったものをね、フォークリフトで運んでいると、やっぱバランスを崩してね、荷物事故とかもね、起こすんですよ。ですからね、よっぽど上手にトラックにね、積んだり、下ろしたりする、その技量がね、フォークリフトの初心者ではなかなか難しいと。で、まあ私自身、ね、そのフォークリフトをね3ヶ月4ヶ月乗ればね、もう毎日そのフォークリフトの作業をするんでね、まあどんな人でも3ヶ月4ヶ月あればね、まあ一発できるだろうと思います。ですがやっぱりセンスの問題でね、もう何年乗ってもフォークリフトの乗り方がね下手くそな、センスのない人もね中にはいます。ごくたまにいますけれども、まあ、大概の人はねもう半年1年もやればねもうバリバリ、もうね神様みたいにフォークリフトがね使えるはずなんですけれどもね、まあ、中にはなかなか難しい人もいますけれども、で一日にというか、約ね、まあ部署によって違うんですけれども、約2時間サイクルですね。2時間サイクルで、その、一つの工程、一つの瓶ですよね。で、一日ね、残業がない日だと、1日4便ですね。1日4回工場まで納品すると。で、残業があれば、1日5回運行すると。まあ5便ですよね。で、そのサイクルの時間もね、まあ2時間と言いましたけれどもね、その中で、なんというかね、その工場の中に、工場の中も、いろんな卸し場があって、例えばですよ、倉庫で、外部倉庫で、3箇所積みだとか。で、今度は、工場に入って、工場の中の3箇所卸しだとかね、あります。1箇所で積んで、1箇所でドカンと卸すんであれば、まあかなり時間にも余裕があるんですけれどもね。もうね、2箇所も3箇所も回ってトラックに積む。そして工場に着いたら2箇所3箇所下ろして帰ると。これね、とってもね、難儀です。で、やっぱしね、その部品もですね、パレットもいろいろ形が違ったりね。鉄のラックがあったり、いろんな積み荷があるわけですよ。で、段ボール箱もあるしね。ですから、そういったものがね、積み合わせて運ぶというのはね、とっても、創意工夫がいりますね。で、どういった荷姿だったら崩れ、にくいかとか、崩れにくいかというか、崩れにくいじゃ いかんのですわ。
絶対に崩れない方法で持っていかないと。で、一般道路も走るんでね、もちろんどこで急ブレーキとかね踏まされるかわからないので、急ブレーキを踏んでも荷崩れしないような荷物の積み方をしないと。いい加減な積み方をしているとね、バシャッと崩したりするんですわ。で、トラックの運転はね、まあ制限速度を守って急ブレーキ急ハンドルはもちろんのこと、安全運転で行かないといけません。で、トラックの運転よりはね、本当フォークリフトの運転の方がね大変なので、はい、そういった部分がその自動車部品を運ぶ運送運搬するという仕事についてはフォークリフトはなかなか慣れない人は難しいということです。ちょっとね、説明が大雑把になりましたけれども、本日の動画は以上になります。またお前の説明じゃそれよわからんわつんであればね、なかなかね、これね、口じゃね、ほんとね、伝えにくいです。で、荷下ろしだとかね、そういった動画もね、撮れるといいんですけれども、そういった動画はね、コンプライアンス上、撮れないので、まあ、口で言うしかありませんのでね、その辺のところは、ちょっと想像力を膨らまして、まあ、イメージして、いただけたらいいなと思います。それでは本日の動画以上です。ありがとうございました。それでは皆さん、この後もご安全に。